チャンネル11をご覧の皆さん、こんにちは。脇坂十一でございます。今日はですね、僕の愛車ですね、80スープラの車内からお届けしております。今日はですね、雨が降る予報なんですけれども、80スープラで来いと、ドリキン土屋圭一からのですね、ご指定でですね、80スープラを運転しておりますが、この移動中にですね、皆さんに僕の80スープラについてですね、お届けしていきたいなと思います。80スープラですけれども、僕のはですね、2002年の最終モデルでございます。最後にね、なんかね、ちょっと限定みたいな形でね、出た、そんなモデルだと思います。カタログカラーですね。こちらをですね、僕は所有してるんですけれども、なんでね、僕がまずこの車を所有してるかということをお伝えさせていただくとですね、僕のですね、車好きの師匠みたいな方がおられまして、その方結構ね、貴重な車を保有されてるんですね。で、歴史的貴重な車をその方が保有してる間、その方がお金をかけて愛して、その状態のまま次世代に届けるっていうようなことをしてるんですね。その方に言われたんですね。11年って、今までそのレースとしてね、車で一家してこられて、11のね、人生に対して車がなかったら今の生活もなかったやろうから、そろそろ車に対して恩返し考えたらどうですかっていうことなんですね。だから自分の中でちょっと恩返しできる車を考えてですね、当時ですね、ナローポルシェであるとかね、いろんなですね、旧車と言われてる車の中で、なんかちょっと自分の中で勝手に貴重な車って何やろうなとかって思いながらね、いろいろ探したんですね。カーセンサーのサイト見たり、いろいろ見ながら探したんですけど、なかなか見つからずね。で、ある時、そうだ、スープラだって思ったんですね。高田ドーム NSX でスーパー GT をデビューしてですね、その後、チームルマン、エストウルトラフロースープラをに移籍するんですね。で、当時ね、やっぱりね、飯田明と組ませていただきながら、白とブルーのね、エストウルトラフロースープラを走らせた時にね、もうピットウォークとかね、たくさんの人たちが僕の前に、ね、来ていただいて、ものすごく人気があると、やっぱ成績出ると、俺人気あるでしょとかって思ってたんですけど、やっぱりね、いろいろこう、僕としてもレーシングドライバーとして成長していく過程の中でね、いろいろ自分の過去を見つめ直した時にね、あの時に僕の元集まっていただいた方々っていうのは、もちろん僕とか飯田明とかね、チームルマンを応援する方々だとは思うんですけれども、多分ね、その中にはね、スープラを応援する方々がたくさんおられて、そのスープラの中でたまたま成績を出している、チームルマン脇坂11 S ウルトラフローを応援するという形で来てたと思うんですね。で、それがだん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 僕を応援していくうちに、脇坂11のファンになってっていう流れがあったと思ってて、ですから僕の中で80スープラがなかったら今の僕はないと思ってるんですよね。そういう意味では、レーシングドライバー脇坂11を作ってくれた車がこの80スープラかなって思ったわけなんですね。で、そこでですね、結構ですね、中古車雑誌とかですね、ネットとかいろいろこう見ながらですね、80スープラ探したんですけど、とある山梨の中古車ショップ見つけましたですよ。フルオリジナルの80スープラ、もういても立っても入れずにね、そのままね、車飛ばして山梨まで行ってね、見たんですけど、それがこちらの車なんですけどね、もう見た瞬間にね、うわーと、もう欲しいなとかと思いつつありながらも、まあちょっとね、いろんなところが、ダメになってるところもとかもあったので、正直ね、ボロいなとも思いつつも、そしたらですね、店の店員さんが僕に気づいてくれて、あ、秋坂さん、山梨まで来ていただいたんですかって、80スープラですかって言われて、そうですって。そしたら、乗りますかって言われたんですね。もう乗ったらアウトですよ。もう乗せていただいて、もう数百メートル走って、ね、折り返し地点ぐらいのところで、折戸さんに電話してね、折戸さん、こんなスープラ見つけました、とかって。だからもう11、帰っちゃいなよ言われて。
今もうスープラどん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 玉がなくなってるからもう11それ買った方がいいよって言われて、そのままね、中古車屋さんまで運転していって、もうここの A ペラーからね見えるこの景色が当時のね、そうウルトラフロースープラをそね彷彿させるようなその景色で、どん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 自分の中でテンション上がっていって、車開けて店員さんにこの車くださいって言って購入したのがこの80スープラなんですね。タイヤもねオリジナルのタイヤはついてて、ただひび割れがしてたりとか、あとこれあるあるなんですけど、シートあるでしょ、このシートのねここがボコ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 出っ張ってるんですよ。でこの出入りするのにですね、そこに当たるもんですから、ここのシート表皮が破れんのね。だから必ず80スープラのですねこのルマンカラーのこのシート、破れてないシートほぼないんですよ。でここも破れてて、でモケット中のスポンジもゴツゴツに壊れてて、まあそういう状態で買ったんで、とにかく違うシートをつけてしばらく走ってたんですけど、その中古屋さんからまた連絡かかってきて、実際その破れてないシート見つけましたって言ってね、言っていただいて、そのシートを譲っていただいて、ただ中はねもうスポンジゴボゴボなんですよ。表皮が破れてないだけで、ちょっと僕これ新さんこれなんて書いてます、レガロって書いてます。レガロですよ。でレガロのですね前口さんに電話して、こういう状態でですね僕80スープラをオリジナルの状態で保存して来世に届けたいんですみたいな話をさせていただいたら、前口さんちょっと時間くださいって言われてね、いろいろ社内で考えていただいたら、当時これねトヨタ自動車とレガロの OMA のシートやったんですけど、このシートをですね作ってた職人さんがおられて、脇坂君面白いこといるねって言ってね、もうここがねここがねボコボコでね破れてなかったんですけど、元々のシートは破れてたんですよ。でこれ破れてないシートを見つけて、ちょっと色違うでしょ。でこのね中身をレガロさんにですねまた作っていただいて、このシートができた。助手席はねそんなに乗る頻度ないでしょ。運転席に誰も座らへんのに助手席に座ることみたいなないじゃないですか。だからこっちの頻度がでかくてこっちが破れるんですね。でそれをですね戻しましたということですね。あとはですねライトが黄ばんでたんですよね。ですからライトをですね新品に変えましたですよね。ライト系統ですね。あとはね一つねものすごく大きなことがあって、今この乗り味っていうのはもうその頃昔の当時の乗り味なんですけども、当時オリジナルタイヤがですねポテンザの RE040 というタイヤだったんですね。でそのタイヤは一応ついてたはいたんですけれども、もう劣化してねひび割れしていつもバーストしてもおかしくないようなタイヤだったんで、それもですねブリティストンさんにちょっとご相談してですね、当時のままの状態で残したいのでみたいな話するとですね、なんと当時の RE040 が出てきましてですね、もう作ったのかあれなのか分かりませんけども、新品のですねもうゴムの匂いする作りたてほやほやの真っ黒の RE040 が出てきてですね、それを装着した、そういう状態なんですね。で僕のですねその恩返しとしてこの車をですね来世にこのオリジナルの状態で届けるということなんですけど、僕ちょっと欲張りなんで乗り味までもが当時の状態のまま来世に届けたいと、未来に届けたいということなんですけれども、僕トヨタ自動車でですねもっといい車作りニュルの挑戦をですねさせていただいている中でですね、当時この車の開発ドライバーを務めてたのがですね豊田章男社長の師匠である成瀬さんなんですね。でその成瀬さんと共に弟子としてこの80スープラのテストドライブをされてた勝松さんって言われる方がいてですね、僕これも知り合いでですねちょっと勝松さんにお願いしてですね、僕の80スープラに乗っていただきながら乗り味どうですかみたいな感じで聞いたんですけど、ちょっとね乗っていただいて勝間さんがねちょっとねうるっとされながら車から降りてこられて、獣医さんこれ当時のままだよって、しかも成瀬さんが作ったヤマハ製のリアス、後ろのですねダンパーがですね左右でですね連結してるリアスっていうサスなんですけど、リアスついてるねって、もうリアスのフィーリングをもう乗り味そのままだよって
ジュイさんには悪いけど、ジュイさんが所有するよりトヨタの博物館に入れるべき車だよみたいな感じでね、賞賛いただいて、ということでね、この車の乗り味っていうのが当時のままっていうことをですね、そのテストドライバーで証明していただいたわけですけど、ちょっとね、僕気になってるのがですね、これスープラあるあるやと思うんですけど、ブレーキのタッチなんかね、ちょっと甘かったり、こう踏み始めのところでちょっと、なんていうのかな、ふわーっとしてるというか、カッというバイトがなくて、バイトガンが緩みながらの、ぐーっと動力を上げていく中で効いていくんですけど、まあ、その辺のね、フィーリングはですね、スープラオーナーの皆さん感じておられると思うんですけど、当時かららしいです。まあもちろんね、ブレーキをですねメンテナンスして新品のキャリパーであるとかパッドつけるともう少ししっかりするのかもしれませんけど、まあ当時からブレーキ効かなかったということなので安心していただければと思います。あとね、この車を乗ってる喜びですけど、やっぱりスープラといってはコックピットなんですね。僕ね、この景色しか見てないですけど、金さんね、女性から見るのとこっから見るのと全然違うんですよ。この景気類がもう全部僕の方に向いてるんですね。これがですね、もうほんとさながら飛行機を運転してるかのような感じになってですね、もうこれはですね、この車オンリーのものなんですね。大変申し訳ないですけど、新次さんの助手席の方からそのまま前も見ていただくと、ここまで僕の陣地なんですよ。ここまで。で、それがこっち向いてるんですよ。だからものすごく助手席のこの辺がですね、ちょっと相席させてもらってる感ありません？なんかもうドライバーズシートっていうような感じでですね、この辺が80スープラのものすごく乗ってて喜びを感じるとこですね。この80スープラですけど、やっぱり当時のね、同じ時代の車、この間富林選手のアルテッツァなんか乗せてもらいましたですけどね、ものすごく、まあアルテッツァもあのクラスにしたらちょっと少々車重ある方だと思うんですけど、ああいうライトウェイトスポーツから比べるとね、やっぱりどっしり感があって、ものすごくサルーンのような車ですけど、ものすごく乗ってるフィーリング的には、僕のこのオリジナルはね、大海原を、ものすごく緩やかなね、長いクルーザーでね、ゆっくりこうふわふわっとしながら乗ってるようなイメージであって、決してね、この車をねチューニングされてバリバリして乗っておられる方、足を固めて乗っておられる方おられますけど、そういう方々のようなこうガン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 っていうようなね、なんだろうね、硬いスポーツカーっていうイメージじゃなく、ものすごく縦揺れに対してもゆっくりな周波数でこう持っていくような、そういうイメージですね。ですからなんかこう飛ばすにしても、巡航スピードが高いにしても、なんか無駄なアクセル、無駄なブレーキをしたくなくなるような、そんなフィーリングです。でエンジンはですね、このエンジンが優秀で、正直ね、もう二足足もできるぐらいトルクがあって、ものすごくアクセル回路はですね、開けずに車がスーッと進んでいきますね。当時はですね、時代背景もあったのかもしれませんね。内装とかいろんなものにですね、お金をかけて、作れば作るだけ、お客様がですね、自分の車にとしてね、やっぱり高級感オンリーワンな感覚を持ってですね、売れたんだと思うんですね。まあ、だからこのシートなんかもね、まあ、今では考えられない、先ほど破れるっていう話をしましたですけれども、もう破れたら変えたらいいやんっていう感覚でね、ものすごくいい表皮を、ね、布を使ってたりしたりする部分があるんですね。でそれと同じことが言えるのがエンジンとミッションなんですね。このエンジンとミッションね、エンジンなんか280馬力ですけど、いやいや、もうそんな、もう280馬力を出す車以上のね、余裕を持って作られてるんで、ちょっと改造したらね、もうすぐ500馬力とかっていくようなね、車ですよね。あとミッションですね、エンジンをチューニングしてむやみやたらにこうパラワーを上げてもですね、ノーマルのミッションで耐えうるだけのですね、強度差を持ってるんですね。だからまあ、ある時期ね、80スープラが生産終了、2002年に生産終了になって、そこからしばらく時間が経って、本10年ぐらい前まではですね、そこそこな車なら200万とか100万とかで
履いてた時代もあってですね、それは何かというと車が安く、ましてや車格の高い車を買えて、しかも若者たちが分からずままチューニングしても壊れなかった車っていうのがこの始まるスープラなんですね。ですから未だにね、この 2ZZ とかこのミッションとかっていうのはですね、ドリフトとかチューニングカーの世界でね使われ続けてるものですけど、そういう意味ではね、もう本当この時代っていうのは車を一つ一つを丁寧にお金をかけて作ってた時代なのかもしれませんね。僕の車ですね、これ走行距離が10万キロを超えたところなんですけれども、もう全く問題がなくてですね、すこぶる調子がいいですね。もちろんね、最新式の車も僕乗りますから、ここから見てる景色なんかはね、ちょっとなんだろう、自分が高い位置に乗ってる、今のはね、今の車はちょっと運転席が守られてるんで、こういうこの辺が高いんですよね。ですから、でもなんかものすごく自分より低いところにこういうパネルな類が並んでてね、ちょっともう気持ち悪いっていうか違和感は感じますけど、でもね、あのレーシングカーっていうのはね、その外から見たフィーリングと、車に座ったフィーリング、そしてそこからの乗り味がですね、マッチして初めて僕の中でスポーツカーって感じるんですけど、そういう意味ではね、この A ピラー越しにねガラスがあって、ここから見える景色というのはですね、あの頃の S ウルトラフロースプラを彷彿させるような、そんなね、あのフィーリングがあって、ものすごくこうやって運転させていただいている時間は楽しい時間になりますね。今ね、あのものすごくこのスープラの価格が高騰してますけれども、なんかね、やっぱりこのスープラ、もうちょっとね、僕としてはいろんな人たちにね見てもらえるような、そういう場を作っていきたいと思うし、これからね、あのスープラ乗り続けたいなと思います。で、スープラを語るときに大体みんな言われるのが、直列6気筒 FR ターボっていう形で言われるんですけど、僕の中でスープラって何やろなって考えた時に、人と人をつなげる車であったり、未来を示す車であるような気がするんですね。もちろんね、過去のスープラが直列6気筒 FR ターボだったからね、そういうふうに言われる方いますけれども、これから先ね、未来に対してまた新たなスープラが出てくるのかどうか、そこまではちょっと分かんないですけど、スープラがあり続けた時にそれは何かというと、やっぱりね、その時代時代でスポーツカーとか車の未来に対して示してきたと思うんですね。例えば80スープラがねあったからね、今 GR はね、 GR スープラを作ったんですね。あのニュルの運転訓練でですね、成瀬さんとそれこそ豊田章男社長がですね、ニュルで運転訓練するときにですね、その運転訓練をに見合う車がトヨタではですね、生産中止になった80スープラしかなかったんですね。他の車も、最新式の車もいっぱいあったんですよ。あったんですけど、ニュルを走るという意味ではなかなかそれに適してなかったと。で、その中でですね、あの海外のメーカーですね、メルセデスや BMW やポルシェやアウディって言うところやと思うんですけれども、ドイツのメーカーはですね、どん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 これから先ね、あの発売されていく車の開発テストを行ってたと。でその時にトヨタにね、こんな車を作れることないでしょうみたいな感じのことを言われて、悔しい思いをしたらしいですね。でその悔しさがあったからこそ、ニュルの地でですね、トヨタ自動車、豊田章男社長はもっといい車作りを始められて、そのですね、人材育成とですね、いろいろな知見から出してきた車で GR というブランドができて、ね、GR スープラが登場して、 GRイアリスが登場して、 GR86 が登場して、今度 GR カローラが出るんですよね。もう本当今車好きの方々に愛されて、結構ねこの GR っていうブランドをね、海外メーカー2だった方々も認め始めてる最近ですけれども、そういう意味ではあの80スープラがなかって、成瀬さんとね、豊田章男社長のあの悔しい思いがなかったらね、今の GR スープラってなくてね。でこの GR スープラっていうものがなかったら、本当にヤリスもね、80、あの86もね、
カローラもなかったかもしれない。そういう意味ではね、今カーボンニュートラルとかって言われてますけど、この時代の中でどん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 車が EV 化していく中でね、車としてね、車作りとして忘れてはいけないもの、車のね、我々乗り手としてね、忘れてはいけないこの乗り味っていうものが大切なんだぞっていうようなことをですね、示す車、それが80スープラ、スープラという名前なのかなって僕は思ってます。あとね、スープラですけど、本当に人をつなげます。僕なんかね、ものすごく、皆さん信じないかもしれませんけど、人見知りでしょ。この人見知りがですね、このスープラを運転しながらですね、たくさんの方々と会うとですね、スープラを起点にものすごく話が弾んですぐ仲良くなれるんですね。今僕ね、秋坂11のほな行こかってドライブイベントをしてるんですけど、もうね、どんな車でもいいんで、ね、秋坂11の元車好き集まってくださいっていうイベントなんですけど、その車の中でもね、やっぱりね、スープラに乗ってる方々って特に僕に近づいてきていただきながらコミュニケーションを取ってもらうんですね。ですからこれからね、僕はやっぱりスープラを、この80スープラを所有しながら、 GR スープラも持ってますけど、スープラを起点にですね、車好きの方々と、交流を持ちながら、やっぱりね、自動車産業として成り立ってきたね、この国においてね、忘れてはいけないこの車、愛車の乗り味、我々が自動車メーカーに対して求める乗り味っていうものをですね、みんなで語らい合いながらね、忘れずにね、自分の体の中に叩き込んでいきたいなと思います。という意味でね、こうやって運転してる中で横で新さん乗っていただいてますけれども、 GR スープラもいいですけど、80スープラいいでしょ。もう高々もう本当に数十キロの世界でこうやって走ってますけど、ね、別にスポーツドライビングしてませんけど、ものすごくスポーツカーの80スープラのいい揺れというかね、心地いいこの振動がですね、体に伝わってきて、ものすごくこうハンドルとね、太ももから背中にかけた部分と、あと僕の足の裏とね、この3箇所でしかこの車とはですね、接してないわけですけれども、この80スープラが僕にいろんなことを語りかけてきてくれてる。今もうラジオも何もかけながら、かけずにですね、車を運転してるだけですけれども、延々こうやってね、車と語り合いながら、移動できる。本当に音楽も何もなしでこうやって移動できる。今僕ね、YouTube 撮ってますから喋ってますけど、喋らなくても、音楽も何もなくても、こうやって車と語り合いながら移動できる車ってなかなかないと思うんですけれども、この80スープラもまたね、その代表的な時代なのかなと思います。皆さんの中でですね、音楽もかけずにただ単に車を運転して、ね、心の底から、ね、車を運転することが喜べる車ってどの車かありますかね。もしあったらですね、コメント欄に教えていただいてですね、僕もこの先ね、そういった車たちをですね、インプレッションしてですね、そのフィーリングをですね、皆さんに伝えていきたいと思います。さあ、そろそろですね、車はですね、目黒通りから第三京浜に入りましてですね、スーパースター土屋圭一が待つですね、あの場所にと到着するところでございます。本当はね、今日雨予報ですから、この車を出すのはものすごく嫌やったんですけれども、まあ、スーパースターのご指名ご指定ですから、これはもう仕方ないと思います。まあ、今日もですね、80スープラを運転できてハッピーでございます。今回はですね、80スープラを僕がですね所有する理由と、僕の80スープラがどんな車なのかということ、またスープラという名前はですね、どういうものなのか、僕が考えるスープラというところをですね、皆さんにお伝えさせていただきましたですけれども、これからもですね、私さまざまな車に乗ってですね、皆さんにその車を運転する喜びをですねお伝えできたらなと思います。本日もですね、どうもありがとうございました。